どうも、なおちんです。ペルソナ3エピソード X やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は裏ボスに挑みたいと思います。ペナルティの回避方法が大体わかりましたので、挑んでいきますね。ちなみに難易度ですけども、ノーマルです。ハードではありません。ノーマルでいきたいと思います。で、パーティーですけども、主人公、ゆかり、メティス、コロマル、ですね。はい、それでは行きたいと思います。それでは今日はちょっと倒したいなと思います。でコメントいろいろありがとうございます。私の場合チャージが入ってるのがね、一番の原因だったと思います。OK だね。でそれと最初からハルマゲドン使っちゃダメみたいね。ハルマゲドンの後は必ず倒しきらないと、ペナルティが来るみたいです。なので闇と番犬、これで攻撃しなさいよっていうところでしょうね。クリティカルが出ると、4000ぐらいのダメージがいくんですけども、まあ、クリティカルがなかなか出ない。クリティカル毎回出てくれればね嬉しいんですけども、まあ、とにかくテウルギアを使って攻めていく感じです。であと敵の攻撃がものすごく痛いんですよ。むちゃくちゃ痛い。なので、防御アップは必ずつけていく、それはしていかないといけませんね。まあ、1000いけばいいかなぐらいですもん。1000はいかないかな。まあこれは仕方がない。でこの丸はとにかくランダマイザーです。もう敵の能力値を上げさせない。もうとにかくそれ一発目必ずデカジャしてくるんで、能力上げてても意味がないので、最初は攻撃をねもろにしていって OK で持って、オールフェウスカイは使っていいみたいですね。オールフェウスカイは全然ありらしい。明けの名字、まず攻撃していこう。で、テールギアマックスになりそうになったらチャージを使ってダメージを上げていきましょう。防御力は必ず上昇させとく。もうダメージがね全然違いますからね。で攻撃力もしっかり上げて、コロマルはランダマイザーで隙ができたら、技を使っていく感じだね。はい、ここでね防御力上げとかないと速攻やられます。防御を上げるとなんとか耐えれるっていう感じだもんね。私の覚悟、オルフェウス。でタロットカード取ってくればよかったな。ゲージが溜まりやすくなるやつ、あれがあると結構楽になると思うんですけども、全く取っておりません。街に戻って回復とかね、アイテム回収をしてきたんで。ここ攻撃していいんだよな。でも弱点がわからない。あ、いける。状況にふさわしいのは、あ、いいか。レッツに完全真鍮つけておりますので、ダメージは半減なので攻撃していっても良さそうだね。あ、ここいける、使えるね。アクセルハングはなんか良くなかったと思うんだよな。まあいいか。 OK。 おお、1200、いいぞいいぞいいぞ。でここで凍結しなかったらいい。あ、やば、うわ、
やられるなよ。ギリギリ HP をね100上げてきたんですよ。それでなんとかなったっていう感じだね。あー OK ね、凍結解除されてる。多分ね、HP が3割ぐらいになればハルマゲドンやって良さそうだよね。でね、3割まで削るのがきついのよ。3割きつい。まだバフはかかってるね。集中しましょう。ああちょっと待って、この相手の解析を進めますか。あ、聞かないわ。状況にふさわしいのは、まあ、とりあえずどこでもダメージを与えていきましょう。ところ丸も、いや、ここはランダマイザーを上書きしていこう。OK。この HP がね、半分になってからが、きついよね。あそこからきついよね、むちゃくちゃ。OK、OK。まあまあ、そこまでは多分誰でも、うわぁ!いけるとは思うんですよね。次の一手を決断の時です。うん、とにかく攻撃していった方がいいでしょう。でもアイテムどんどん使おう。アイテムでいっぱい持ってるんで使っていきます。こういう時はこれ。オッケー、ありがとうございます。でバフは絶対に忘れちゃいけないよ。攻撃力やっぱね、時間はかかる、時間はかかるのよ。しゃ、オッケー。あ、これ絶対効くんだ。でも食いしばりがあるから、まあオッケー。何に来る、転まる。ああダメだ。あ、よかった、転まるにしてほしかったけどな。まあいいか、見極めます。この状況は、まあ、とにかくダメージをどんどん与えていこう。オッケー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 。もう3割4割削れてるね。なんとかしなきゃ。オッケー、もう攻撃しろ。で他のやつで回復するから、回復は他で入れる。オッケー、めちゃくちゃいい。まだ大丈夫ね。集中しましょう。回復だな。必要でしょ。ゆかりは絶対にねやられちゃダメ。でバフも全部入ってるんで、ランダマイズまだしなくていいね。あ、ミスったミスった、ボタン間違えて押した。はい、もらった。でも大丈夫ね、耐えれます。まだ戦えます。アイキス復帰、反撃開始です。いや、今使うのもったいねえな。こっちの攻撃力アップが入ってないので、今テールギア使うのはちょっともったいないので、ちょっと温存。いや、でももうそろそろ HP 半分になるな。今なら若干怖い。次の攻撃でね、テールギアでクリティカルが出てきてくれればむちゃくちゃ嬉しいんだけど、そううまくはいかないよね。そううまくはいかないんですよね。まあまあできればということで、わあ
大丈夫、防御アップ入ってるから結構抑えれます。この状況はオルフェウス、ああ待って、チャージ使うの忘れてた。チャージ入れろ。オッケーオッケー、 まだ全然半分には届いてないので大丈夫ですね。次はチャージ入れるの忘れた。どうもです、ありがとうございます。大丈夫大丈夫、まだ全然いけるから。もうアイテムはどんどん使っていって OK。 助かりました。ランダマイザーしゃ、お、レボリューション、ナイスナイス、お、いいタイミングだね。もうここで使うか、やめろよ。あー食いつかる、まあもう私負けません。アイニス復帰、待って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 、まあまあオルフェウス、チャージ入れとき、攻撃がちょっとあれだね。一応回復はしとこうか、若干減ったんで。感謝します。ありがとうございます。姉さんに役立つのはルカで、コロマルで、どうだ、次打てるような感じにしてくれるか。いけそうね。よし、オッケー、よし、オッケー。どれぐらい減らせるかな。この状況、ミラディに変えて、これですね、ブースターがついてるんだよね。クリティカルお願いします。なんか出る気はする。おお、出たんじゃない、出たんじゃない、クリティカル出たんじゃない、これ。ナイスナイス、いやクリティカル出てないけどめちゃいいダメージ出たね。いやクリ、あ、そうかそうかそうか、どんどん火力上がるからだ。でここで、あー、全員のねゲージが溜まってて欲しかったな。ちょっとこれ、次はそうね、アイテム使っていくか、ここで使うか、ここでこれ使うね、使って、いやもう確実に敵はね、ブーストしてくる。あ、解析済み。私のすべきこと。こっちの攻撃力はまだいいね。まだ大丈夫ね。集中しましょう。ならば、ちょっとでもダメージを与えていきましょう。オッケー。でランダマイザーはまだ全然入れなくても大丈夫そうね。闇のブースターが入ってるんで、撃て、マックスなってるわ。でこれでアイリスの多分ゲージが溜まったらいけるんじゃないか。これなんかすごいいい感じっぽい。いただいていく。はいはい、やばいぞ。こっからちょっとほんと気引き締めていきましょう。やってみせます。あぶね、オールフェイス回に変えて、OK ね、 OK ね、これが私の役目。ちょっとずつでも減らしてね。
で、HP 減ってないから大丈夫。防御アップ入れて、姉さんに役立つの。うん、いや、いすべきこと、これが攻撃アップ。コロマルの SP がちょっと気になるけども、まあまあ持つでしょう。 OK、 ゲージこれ早めに溜まってくれればいいけど。いただいていく。イントライザー混戦でメギドラオン大丈夫、やられはしない。300ぐらいでしょ。あ、2、おお、あぶねえ、あぶねえ。むちゃくちゃ効くな。決断の時です。いやいや、でも全然耐えれてるから OK。 むちゃくちゃ減る。メティス、ここで一発打ち込んでよくない？どうも助かりました。うん、もうどんどん行く？姉さんに役立つのは。行くか。うん、まあ多分だらけです。800とかダメ、あ、いやいや600台かな。こんなダメージ入らんけど、でも十分。この力で守る。オッケー。ランダマイザーは確実に入れて。よし。いやー、ここでこれか。やめてよ。食らうよね、絶対ね。おし、ナイス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 。やめろよ、クリティカルやめて。ナイス、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。私の覚悟、これが私の役目。バフは入ってるよね今。お、ちょっといい、いいぞいいぞ、めちゃくちゃいいぞ。なんか防御とか結構、まあまあいけるね、いけるね。いけるはず。これで多分1200、300入るでしょ。1200、 OK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 。 多分次のハルマゲドン絶対それでやれる。任せてくださいね。絶対やれるぞ。状況にふさわしいのは私のすべきこと。召喚。あと油断しなければ勝てるはず。油断しなければ。あ、待って待って、俺回復してねえじゃん。ペルソナ、まずい、ミスった。そんな効かんよね。オッケー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 。あと1回。ああ大丈夫。いただいていく。しっかりやられんな。オッケー、ギリー、むちゃくちゃギリー。召喚の時です。よし、オルフェウス、ゲージ早く溜まって。この場面なら来て、早く溜まってくれ。でも多分あと2ターンぐらいすれば溜まると思うんで、それで OK よ。うん、ちょっと待って、この相手の解析を進めますか。解析完了です。 OK。メティスは、うん、大丈夫ね。ペルソナ2回入れろ。え、え、ちょっと待って、え、この敵は解析済みですね。あ、あ、あ、なるほど、スキルが入ってたのか。なるほどね。あー、びっくりした。なんでかと思ったら、大丈夫、うん、大丈夫。それされたとしてもヒートライザー来たとしても
はい、何が来る。ああ、これか。大丈夫、やられない。オッケー。いや、ちょっと待って、気絶してるじゃん。マジか。いいのあった。オッケー。バフ、あ、あー、そっか、デカじゃされたのか。集中しましょう。ちょっと待ってよ、これは防御を絶対に入れてた方がいいね、攻撃じゃなくってね。コロマロの SP ギリギリだったね。多分ここで向こうの攻撃でアイギスがたまるはず。え、ヒートライザー2発、まずい、まずい、これやばいぞ。うわあ、危ね。いや、溜まってないし。私の覚悟、ペルソナ発動。溜まってない。溜まってくれ。引き金を。いや、もうこの最後の最後がなかなか粘るね。本当に粘る。感謝し、助かりました。防御入ってるから OK。 状況にふさわしいのは召喚。最後の最後粘るね、本当に。OK。 どんな攻撃してくる。ああ、それか。大丈夫、まひるなよ。うわっ、ビリビリする。そこまひっちゃダメ。うわ、もうもう最後の最後粘りすぎだって。間に合え、最後ほんと粘りすぎ。ありがとうございます。もうランダムアイザー打てないよ、もう打てないからね。奪え、ペルソナ。頼む、アイギス溜まってくれ。ゲージ溜まって。これで溜まるか、次ターンで。オッケー、いけると思う、いけると思う。頼むよ。いけたー、勝利でーす。はい、それでは結構時間かかっちゃいましたけども、勝利することができました。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。